はい、こんにちは、高橋です、今回ねご紹介するのはこちら X 章って読むのかな、これのね iPad にこれ取り付けるタブレットホルダーになります。これはね今回はちょっとご紹介しようと思います。でこちらはですね iPad Air、 iPad Pro、その、まあ、類の固定スタンドで、サイズはですね 9.5 インチから 14.5 インチまでのタブレットに対応するっていうふうに書いてあります。で、ね、値段は1999円です。めちゃめちゃ安いで、これにたどり着くまで相当ちょっと時間がかかってですね、で他の頼んだりして在庫がなくて、届かなかったりとか、なんかね2回3回ぐらい他のものを頼んで、で失敗して失敗してこれにようやくたどり着いたっていう。で実際これになってすげえ良かったです。すげえ良かった。もうこれ実際使ってるんだけれど、この辺見てみましょうか。これね、まずフロント正面のところなんですけれど、このねグレーの部分がこれシリコンゴムみたいな素材でこれできてます。これねがっちりホールドするのにめちゃめちゃいいで、黒の部分は普通にこれプラスチックっていう感じなんですよ。まあ横はこんな感じで、後ろこんな感じみたいな感じなんですね。この後ろにくっついてるこのね、これはね三脚にくっつけるプレートを僕は勝手にくっつけてるだけです。これねこんなような感じ。ね 9.5 から 14.5 インチのタブレットに対応するんですけれど、この短い状態で25センチで、結構これねバネが強いんですけど、うん、こうやって伸ばすとこれで最大42センチっていう感じです。でちょっとね早速もうつけてみますね。どうやってつけるかっていうと、この iPad Pro ここに電源があるんだけれど、その電源が被らないようにこういう感じ、こういう感じですね。こういう感じで角っこに引っ掛けて、で裏側をギューッと引っ張ってここでロックするみたいな、こういう感じ、斜めと斜めでこうホールドする、こんな感じになります。こちら側から見るとこんな感じね。でこれは縦でも横でもどっちでも使えますね。こんな感じのものです。でね本当にねホールド感めちゃくちゃいい。これだったら安心で、どんな風にこれを使っているかっていうと、ここにちょっと三脚があるんですけれど、で三脚のさここの上にこんな風にこう自由運台がついてるんですよ。で何個か前の動画でも触れてる言ってるんですけれど、最近僕が持っている三脚の頭にはこのジョビーの3000円ぐらいのこの自由運台が全部の三脚にくっついてます。でこのタブレットのところにもこんな風にくっついて、ちなみに今モニタリングしてるこのスマホのスマホホルダーの下にもこういう風にこのプレートがくっついています。そうするとさ、これもそうだしこれもそうだし、今撮っているのはミラーレス一眼レフで撮ってるんですけれど、カメラの下にもこのプレートがついてる。だからもう全部がいろんなあの三脚にサク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 こうどんどん使えるっていうような、そんなような環境を整えてるんですね。でこれも同じくここにくっついてるんで、やるともうこれでくっつきましたね。これくっつきました。で実際にはこれをここのくるくるを回してさ、キュッ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 とこのぐらいかなね、こんな感じこんな感じこんな感じで、まあ使うんですけれど、これがさすげえ安定してるのよ。もうね思った以上に安定してる。こう打って動かそうがこう何しようがめちゃくちゃ安定しててね、落とす感覚ゼロみたいな、そういう感じなんですね。でどんな風に僕は普段使ってるかっていうと、これをさこうやって置いて、でこの隣にこうやってちょうど今 Mac あるからさ、こうやって Mac 置いて、でこれも1個か2個か3個か前の動画でお話ししたと思うんですけれど、 Mac と iPad Pro っていうのは一瞬でこれサイドカーっていう仕組みで連携が取れるんですよ。でここの状態の拡張画面ですから、ヒュッ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 こう行ったり来たり2画面体制になるっていうね、これはねもう本当に作業が仕事がはかどる。これ素晴らしいですね。だからねこんな感じで使ってることが多いかなみたいなっていう状態です。でねよくさ一般的にはこれのケースみたいなやつ、パタパタパタみたいな、フロイダみたいなやつ
あれとか最近出たばっかりのさ、マジックキーボードだっけ、あれとかをくっつけて、まああれも蓋だけど、でここにこんな風にあの蓋を利用してさ、こうやってなんかこう立てかけて三脚みたいに使うわけじゃないですか。だけどね、僕もね、あれの方のが立てかけて使ったりするのはいいのかなと思ってたんだけれど、昔の iPad 時代は僕が使ってた時はあのフロ板みたいなの使ってたんですよ。だけどね、あれ結構ね、邪魔っちゃ邪魔なんですよね。その持ってこう移動したりする時とか、そういう時はさ、もうだって1枚このペロってこれ持ってこうなんか動いてる方のがさ、とってもいいですからね。だからさ、なんていうのかな、この辺のものっていうのはだから表には持ち歩かないですよね。普段は表に持ち歩かない、もうデスクの上に置いとくみたいな、そういう感じで使ってます。でこれこうでしょ、もう一回はめますよ、こんなような状態になって、でこれは今ちっこい三脚なんですけれど、これさ大きな三脚あるでしょ、ああいうのにもガチってこう全部くっつけますから、こういう状態で。そうするとね、めちゃくちゃこれがまたいい。僕の場合ほらセミナーやるじゃない、それで前から言ってると思うんだけれど、 Zoom を使ってオンラインセミナーっていうのをこう始めてるんですけれど、その時にさ、僕がこう立った時の目線にこれをモニターをしっかりこうと出して、参加者の顔が自分の目の前にこう映ってるような、そういうこうモニタリングしながらのセミナー、オンラインセミナーっていうのがこれからはもうどんどんこれでやりやすくなってきたので、来週からは実際にもうその状態でセミナーとかもやっていこうと思ってるんですけれど、まあとにかくね、まあいろんなサイズの三脚にはくっつけられるし、ホールド感バッチリだし、本当にねこれ良かったです。1999円、ぜひですね iPad を、まあ、プロじゃないにしてもこんな風にこう使いたい方々はぜひご参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。あとね、ちなみにここはね、今プレートついてますけれど、普通のあのカメラとかのさ、穴ボコが普通に開いているので、どんなサイズじゃないや三脚とかにも普通にこの自由運台がなくてもまあつけれる。ただ運台がなかったらこういう状態になっちゃうからね、これ気をつけないとダメよ。この自由運台があるからこういう角度とかにできるっていうことなんで、ぜひですねご参考にしていただければなと思います。では。